ボンジュー、こんにちは、コロッケ今村の今村です。本日はフランスサヴォワ地方の郷土料理黒字フレットをやっていきたいと思います。 YouTube のマカロンちゃんのチャンネルでやっていた郷土料理をアレンジして作ります。いろいろ探したんですけどね、クロテッドパスタ、そば粉のショートパスタとか、ルブロッションチーズがね、日本ではなかなか、入手が困難なため、今日はね、本当にショートパスタとカマンベールチーズで代用しました。多分そっちの方がね、作りやすいと思います。フランスのね、レシピの量は若干、量が多いんで、まあ一人前の部分とか、まあ少し変えてますけど、ほとんどね、マカロンちゃんのレシピのままで、作ってます。ぜひお試しください。はい、そしたら、材料紹介の方をやっていきたいと思います。まずね、玉ねぎ、1個と半分かな、1個と半分の、ちょっと小粒のスライスで、ベーコンスライス、160g ね、こういうふうに、1センチぐらいにこう切ってます。あとニンニク2かけぐらいみじん切りでね。あと生クリームが、250g、 白ワインが 250g で、あとでね、これ、まあ、カマンベールなんですけど、カマンベールのカットの仕方言いますんで、あとほんまにこうどこでも売ってそうな、ショートパスタね、ちっちゃいパスタ 200g で、あと塩コショウとで、器にちょっとね、ブーレって言ってバターのつかないようにするバターと、ほんで飾りの、カットしていきます。まあこれはどこでも売ってるカマンベールとは言いますものの、カマンベール風かな、ナチュラルチーズなんで、で、でスーパーにどこでも売ってるような感じの、チーズですね。で、こう 丸くしてこう3等分ぐらいにしたいんですけど、丸のままだとちょっとしにくいんで、真ん中に切ります。真ん中で、真ん中切ると立ちやすいですよね。それであとはグリ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 、こんな感じね。グリグリグリ、ちょっとね、こういうふうにこうちょっとギザギザみたいな感じで、包丁を入れていくとくっつきにくくて、切りやすいです。でこれで全部チーズできました。ちょっと先ほど、やることを忘れてたんですけど、ブーレって言いまして、器がつきにくく、つきにくくするためにですね、バターこうやって持ってですね、でハゲで、やったりもするんですけども、これでも十分です。こういうふうにね、器全体にこういうふうにね、はい、そしたら、ショートパスタのボイルしていきたいと思います。でこのショートパスタ、これ、茹で時間4分って書いてますけど、ちょっとね、グラタンにする場合は、少しだけ、多めにしますので6分ボイルします。で後のね、チーズとかベーコン の塩辛さが出てきますので、通常ならちょっと1% くらいの、塩加減ですが、ちょっと控えめにしてください。これはね、ちょっと控えめ の塩でいきます。でショートパスタ、ワイパーのお湯の中に入れたら、最初はちょっとかき混ぜてください。で今から6分 ね、はい、タイムー。
ブレした器の方にもう上にこんな感じでもう何もしません。はい、さっき茹で上げたお鍋なんですけども、さっと洗ってください。塩気があるんで。で、先ほど揚げたパスタなんですけど、味見したら、ちょっと塩があるかなぐらいでいいです。もう塩気を完全に合ってしまうと、チーズとかベーコンの味で辛くなってしまうんで、おそらくそれの方がいいと思います。で、お鍋の中に少しだけね、軽くオリーブ油、軽くですよ。で、まずベーコン入れていきます。でベーコンをね、よく炒めて、塩気と油を出していって、これは家の、火で言えば全開ですね。はい、ほんなら、ベーコンの方がね、油が出てきて、炒まっていたら、その中に、玉ねぎを入れます。でこの時にですね、軽く、本当に軽く、塩、胡椒、本当軽くですよ。で、一応ちょっとします。はい、そしたらこんな感じで、しんなりして完全に炒まりました。そうですね、さっきのところからだいたい4分5分ぐらいですかね。そんなもんですね。で、この中に入れます。で煮詰めていきます。でこの時に、ニンニクを入れます。前もなんか動画でやったと思いますけど、ニンニクを、あ、ラタトゥイユかな、時にやったと思うんですけど、ニンニクを、先に入れたら焦げてしまうので、後で入れることによって、ニンニクの香りがガツンとしてこれ で、白ワインに煮詰まったら生クリームを入れて煮詰めていきます。はい、こんな感じで、白ワイン分かりますかね。だいぶ煮詰まってきました。煮詰まってきたらここに生クリームを入れて、でこれでまた煮詰めていきます。はい、ほんならもうだいぶ煮詰まってきました。濃度が出てきましたね。で、まあちょっとサバイぐらいがちょっといいです。で、なぜかと言いますと、オーブンで、15分で入れるときにソースが煮詰まってくるから。で、これでちょっとね、味見します。もう十分ね、ベーコンの塩気と、オニオンソテーしてる少し塩したんが効いてますんで、これで OK です。で、これでも一旦火を止めて、はい、でパスタの方にね、もう上からもうかけていきます。めちゃめちゃうまそうやね。そしたらチーズの方ね、こんな感じで、でこの、チーズをのした状態で180度のオーブンで15分、入れます。はい、もう出来上がってるんで、あとこんな感じでパセリ、ちょっと色付けにちょっとだけパセリを、で下皿を引いてですね、うわ、はい、これで完成です。玉ねぎ、ベーコンの旨味がしっかり白ワインと生クリームで煮詰まっており、ショートパスタと、
カマンベールチーズの相性も抜群。家でホームパーティーにするなんかは最高にいいと思います。いただきます。で好みなんですけど、ブラックペッパーならねをかけます。僕は好きなんで結構かけて、そうっすね、うん、どうですか、うまい、マジうまい。これあのまあちょうどね、ちょっとチーズも少なくして、まあレシピを少なくしましたけど、本当に日本人好みの味に、なってると思います。それでいて、マカロンちゃんのねチャンネルでしっかり作ってたのを動画を流していただいたんで、本当参考になって美味しいです。まあまあ、はい、いかがですか。またマカロンちゃんのね、チャンネルの方を、概要欄に載せておきます。それとですね、またマカロンちゃんでやったような本当に楽しいですね、フランスの地方料理とか家庭料理載せたら、また、まあ、作ってですね、コロッケ今のチャンネルで、作っていきたいと思います。またリクエストがあればコメントをよろしくお願いします。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。サリュー。